はい、もうね、何度も何度も私はしつこく儲かる方法は言い続けます。今令和3年6月16日、最も早く現金を手にするんだったら、あなたの銀行、みんなの銀行、みんなの銀行というアプリです。 Google プレイか、もしくは Apple Store でみんなの銀行を検索してダウンロードして、この中に入れます。で、そのみんなの銀行の中のプロフィール欄を入力するときに、私の紹介コード下にありますんで、それを入れてください。そうして、その時にちょっと免許証番号必要なんで、免許証用意してくださいね。そうするとあなたの銀行口座がスマホにできて、しかもそのスマホに明日には1000円入ってます。で、明日には ATM から引き出すことができます。多分ね、自己アフィリエイトとかね、なんかポイントサイトなんて3ヶ月4ヶ月かかっちゃうじゃないですか。なんかね、もう1日2日で現金が取り出せるのは今これしかないと思いますよ。で、しかも自分のアカウントができたら自分に1000円入るんですけども、そこから今度はね、自分の紹介コードができてるわけですよ。じゃあその自分の紹介コードを元に、同じように人に知らせてダウンロードアプリねしてもらって、紹介コード打ってもらったら、今度は2人に1000円ずつ入るわけですよ。これを稼ぎやすい方法と言わずして、なんというかですよね。で、月収ね、まだ副業で0円の人って、これをやるだけで副業月収1000円になるわけですよ。で、ちょっと活動すると1万円になるわけですよ。会社勤めしてる方なんて、休憩時間に身の回りの人5、6人にね、どんどんダウンロードさせたらどうですかね。いや、これね、夢がありますよ。昼休憩に5000円稼ぎましたとか言ってね。で、弁当みんなにおごってやればいいんじゃないですか。つうか、弁当おごるからこれダウンロードしてみたいな、紹介コード打ってみたいなのもいいと思いますよ。お勤めしてる方、本当得ですよね。だって、人がいるところに、信頼関係があるところに行くわけでしょ。で、私、出勤がないんで、そういう人間関係作るのに、ものすごくね、手間がかかるんですよ。それこそ YouTube を量産ぐらいするしかないんですよね。まあ、出勤してるところがないんで。だから見方によってはお勤めの方に有利ですよ。ですんで、何をもって稼ぐのかって私がこれからもお伝えしますんでね、吉谷さんね。だからそれを行ってる会社で使ってみてください。そこには一定の信頼関係をすでに結んだ人たちが、人脈があるわけでしょ。むちゃ簡単ですよね。私もサラリーマンだったら、このみんなの銀行ね、社内に広めますよ。自己アフィリエイトも広めますよ。その他いろんなもの広めますよ。そしたらお得な副業を知ってる社員ってことで、なんか社内社員に対するコンサルトね、お小遣いコンサルトとかできるじゃないですか。月収3万円を私が約束しますみたいな感じでやったらね。だってサラリーマンで月収3万円副業で上がれるんだったら、これむちゃくちゃいいじゃないですか。いや、だからね、やればできるって話ですよ。これももうね、これを知っていてやらないってのは何なんだと。知らずにできないのはしょうがないけど、知っていてやらないのは何なんでしょうか。稼ぎたくないのかな、稼がしたくないのかな、何のために、何を仕事しに行ってるんですかね。いるでしょ、やっぱり。会社が給料を上げてくれるのはもらうけど、自分で上げる給料には向かわないっていうのはちょっとね、残念だなと思いますよ。稼げるんで頑張ってください。いってらっしゃい。